こんにちは、鈴木金蔵と申します。皆さん、ポケモンウルトラサンムーン遊んでください。今日はですね、このウルトラサンムーンの仲間呼び連鎖において全体攻撃を使ってくる厄介なポケモンのエーレンダ連鎖の組み方を皆さんにお伝えしていきたいと思います。ウルトラサンムーンは仲間呼び連鎖をうまく使うことで色違いのポケモンにも A 連打するだけで出会うことができますので、こういう動画久しぶりですね。やっていきましょう。今日狙っていくのはエモンガ、デデンネ、トゲデマル、電気タイプ3匹ですね。準備するポケモン、まず変色スキルスワップ持ってるポケモン、これはねすごい便利、いろいろな場面で活躍してくれます。で、収穫スキルスワップで、こいつにはトリックを覚えさせて、ヒメリの実持たせてください。こいつで、相手のポケモンにヒメリ押し付けていきます。ハロウィンとミネウチ覚えてるポケモン、今回はこいつで殴っていきます。なりきりステルスロックで、ゴーストタイプに通用する攻撃技気合玉覚えて、ヒメリの実を持たせたランドロスで、泥かけ覚えたポケモン、まあ、こんだけ見せられてもね、なんかすごい分かりづらいと思いますんで、手順をやりながら説明していきたいと思います。ご覧に入れましょう。まずデデンネなんですが、野生で29から32レベルのデデンネ出現するんですが、30レベル以上は眠るを覚えてて厄介なので、まず29レベルを狙っていきましょう。スキルスワップで相手を変色にしていきます。泥かけを打って相手のタイプを地面に変えましょう。もう一回スキルスワップして、今度は相手を収穫の特性にしていきます。そしてトリックでヒメリの実持たせます。峰打ちで HP 削って、ハロウィンでゴーストタイプ追加します。ランドロスでなりきり使って、翼アタールで命中率を上げて、ビビリ玉投げて気合玉連打と、これで完成でございます。素晴らしいですね。で、なんで今回気合玉採用してるのかっていうと、エモンガが静電気で、トゲデマルが鉄のトゲなんで、直接触りたくないということで、特殊攻撃気合玉にしてます。気合玉 PP が少ないので、事前に増やしておくといいと思います。これはデデンネの場合でしたけれども、トゲデマルの場合は隠れ特性が頑丈なので、ステロ巻いてから気合玉連打。エモンガの場合は最初飛行タイプ入ってて泥かけ効かないので、一度別タイプの低威力技打ってから泥かけという手順になります。違いこれだけなんで、素晴らしいですね。来た、どう来たい。ということで、皆さんも楽しい色違い連鎖ライフ送ってください。他にもなんか連鎖組むのややこしいポケモンいたら、特性変えれないやつ以外は多分全部連鎖組めるので、なんかややこしいやついたら言ってください。てらすごい偉そうに言ってるけど、今回のこのやり方は視聴者が考えて送ってきてくれたやつです。僕は何も俺が考えたわけじゃない。鈴木健。